ホットマッタホットモット上海。春本番、この時期は一年で食材が一番おいしい時期です。西北で養殖されたドンコという魚は市場に出回り始めました。今はまだ品薄なので値段は高く、 500g で130元にもなります。一般的に1匹の重さは 100g 程度なので、小さいものでも1匹20元ちょっとします。我们都在批发市场里面去进货嘛，就拿一点。现在这种鱼大一点的很少很少，现在。这已经算很大的。算大的，这都是挑出来的大的，小的有好小。値段が高くても買い求める市民は少なくありません。其实我的老家是青浦人，我以前也听说过塘鲤鱼的这个名字，但是好久没看到了。今天正好过来看到有那个塘鲤鱼，还是很新鲜的，鲜活的塘鲤鱼，就想买一点试试尝尝鲜。都是这个老年人的记忆，年龄就是上去五六十、六七十岁的，他以前吃过很鲜的，就要吃到这个味道。年纪轻的对这个没什么印象，好像买的人少一点相比较。もう一つ、上海市民の旬の食材があります。それはチャンチンです。梅雨の前のチャンチンは糸のように柔らかいという言葉があるように、チャンチンも今旬を迎えています。今 500g30 元から50元で市場に出回り始める走りの頃に比べるとかなり値段が下がったそうです。刚上来的时候香椿的价格比较高，在170到180一斤左右，现在价格嘛，一把香椿的话价格一小把大概十来块钱嘛，十五块钱左右一小把，对吧？之前的话买一把香椿的话，最少得40到50。現在市場で販売されているチャンチンの多くは上海以外から輸送されたもので、上海産のチャンチンはようやく芽が出てきたばかりです。尤其呢，老是走呢，辰光长走呢，就吃起来了，来得老了不脆了。现在吃起来比较脆，比较嫩，而且外加来得鲜。春の香りは。様々な食材にあふれています。おいしいものをたくさん作って心と舌を癒しましょう。